ジェリーさんが巻いた、はい、しゃもじを持って切れません。ありがとうございます。はい、さあ切れて中身がどうなっているか、カメラさん寄ってください。ググッと寄って、ちなみにジェリーさん、これ何ですか？小さい太陽。自らのシンボルである太陽をイメージした巻き寿司。人生初の、その出来は太巻き寿司です。どうぞお召し上がりください。お味はいかがですか？吃到中间吗？ジェリーさん、おかかまで食べて、はい、好吃啊，怎么讲？忘记了。美味しい。笑いながら美味しい、美味しい、美味しそうですよ。はい。ファンの方です。作った巻き寿司をファンにも振る舞う。ありがとう。いただくわね。皆様召し上がっていただいたでしょうか。どうなん？味ですか？甘いです。甘いです。どんな味ですか？美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。この時ジェリーらしいハプニングが起きた。巻き寿司を振る舞ったファンの一人がこの日誕生日だということが分かり、ステージでサプライズプレゼント。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to お母さん。Happy birthday to you。ファンは家族、そう言い切るジェリー。その家族が笑顔になってくれるなら、時間を割くことは厭わないというジェリーらしい演出。ありがとう。そしてイベント終了後、今度はファンからのサプライズ。ジェリーへの感謝と愛を込めて、観客全員がジェリーの楽曲サンキューを大合唱。ファン同士が呼びかけ合い実行されたサプライズ演出。このことを一切秘密にされていたジェリーの反応は、このファンからのサプライズもジェリーの思いがファンに届いている証。ファンにとってもジェリーはまさに家族なのだ。みんな本当に
感します。这样我会忘不了大家哦。本当にありがとうございます。永遠に忘れません。ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。はい。バイバイ。電話かけてよ。要去，要等一下有访问。啊，很辛苦你了。感动します。感动しました。感动しました。感动しました。嬉しいね。他车粉丝很热烈。哎，みんな最高。みんな最高。ジェリーは翌日もファンの前に。行われたのは招待制の CD リリースイベント。運よく席を得たファンは200人。その周りには数え切れないほどの人がジェリーを待ちわびていた。遠くから見守ってくれる人も全てジェリーを思ってくれるファン、5年ぶりのアルバムの曲に感謝の気持ちを込めて。アルバムの売り上げが日本でも好成績を収めたのはファンのみんなのおかげ。日本で日本語の歌を日本のファンの前で歌うことに特別な感情を抱くというジェリーがファンへの感謝を込めて歌うのはもちろんこの曲。